皆さんこんにちは、船岡咲です。イエーイ、だいぶ涼しくなってきましたね。もう秋になってきましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日の動画はですね、何ヶ月か前に YouTube にアップしたんですけど、以前アモレシーさんっていう競泳水着のメーカーさんがたくさん競泳水着を送ってくださって、それを試着してみたっていう動画をアップしたんですけど、実はですね、またアモレシーさんがですね、たくさん競泳水着を送ってくださいました。しかもね、もう一箱別の競泳水着セットを送ってくださっていて、で今回またこういう感じで箱が届いたんですけど、だから YouTube にアップできていないだけで、今回ね、なんと3箱目のアモレシーさんからのプレゼントの競泳水着をいただいてしまいました。アモレシーさん、いつもいつもありがとうございます。はい、だからもうアモレシーさんからたくさん競泳水着を実はいただいていて、で2回目に届いた時の競泳水着は実は YouTube で着てみたっていう風に紹介することができなかったんですけど、まあプール撮影会に出演した時にその時の競泳水着を結構着させていただいたので、まあ大体もう全部着たことがあるという感じで、今回はまた全然違う別の競泳水着をいただいて、いやモレシーさんの商品全部持ってるんじゃないかぐらいたくさん送ってくださってるので、また今回はどんな競泳水着が入ってるのかワクワクしながら、で実際に開けて着てみていきたいなと思います。それではレッツゴー。はい、ということで開けてみたんですけど、今回もたくさん競泳水着が入ってました。数えた感じ1,2,3,4,5 ということで5着入ってました。あとこのバスタオルも、いつもねタオルが入ってて地味に活躍というね、タオルも入っていて、しかも今回なんかセパレートタイプの競泳水着が入ってるらしい。なんかパンフレットも入ってて、こういう感じのも入ってるらしいので、着てみたいと思います。はい、それでは1着目の競泳水着に着替えてきました。こんな感じです。じゃーん、こんな感じです。なんか色が今まで見たことないような色な気がする。なんか何色っていうんだろう、パープル、 薄パープルみたいな色に、なんて言うんだろう、こう山吹色みたいな、なんかからし色みたいなステッチで、なんか見たことない色をしております。あとね、結構もしかしてなんか着てる感じはそんなことないんですけど、後ろが結構なんだろう、ここの形が小さめになってる気がして、結構お尻、いやでもなんか着たことない感じですごい可愛いと思います。可愛い、どうですか。はい、続いての競泳水着に着替えてきました。これはめちゃくちゃ衝撃的です。着たことのない形、完全に斬新、もう変わったデザインになっています。こんな感じです。じゃん、まずここがさ、穴開いてるんです。ここ最初着るときどうやって着るか迷ったんですけど、なんかここが穴が開いてて、でここも穴が開いてるんです。なんかこんないろんなとこ、いろんなとこが穴開いてます。で後ろ向くと結構衝撃、なんか重ね着ですね。パンツと競泳こうセットなんですけど、2枚バラバラになっていて、こう重ねて着るタイプでした。すごいくない、斬新じゃないですか。これはさ、なんかなんだろう、お尻とかは割と隠れてるんですよ、他のやつよりは。もうなんか恥ずかしいというか、なんかいやらしく見える。さすがにアモレシーさんいっぱい競泳水着送ってくださってるので、こうここまで数が多くなってくるとこういう変わり種の競泳水着になるんだなっていう。
はい、ということで続いての競泳水着に着替えてきたんですけど、今回もめちゃくちゃ変わり種になっております。こんな感じです。前から見ると結構あのシンプルな競泳水着、まあ、真っ赤っていうのは割と斬新だけど、形としてはシンプルなんですけど、横を見るとですね、なんとここが大胆に開いていて、後ろがリボンでホルダーネックみたいな感じでリボンで結ぶ形となっております。これは斬新。今回も変わってますね。でも結構可愛くない？なんかこういうタイプ普通の水着でもあんまり見たことがないので、すごく可愛いと思います。なんか色も可愛いし、なんかプレゼントみたいですよね。ねえ、可愛い。なんかリボン、前からこうやってリボン見える感じも可愛いし、とっても可愛い。どうですか？ということで続いての競泳水着を着てみました。この競泳水着は確かに変わってはいるんですけど、あの変わりすぎてて皆様が好きかどうかはちょっと分かんないんですけど、とりあえずお見せしますね。本当にウルトラマンみたいな感じで、下がズボンになってます。ズボンっていうか、なんかショートパンツみたいな形になっていて、まあ割とそのお尻とか覆われてるし、この辺ちょっと大きいから、私にはちょっと大きめのサイズになっていて、あのお尻もあんまり見えないから、みんなそんなに好きじゃないかもしれないなって思いました。でもなんかすごい早く泳げそうだから、本当にプールとかでマジで着れそうだなっていう印象です。はい、まあこの競泳水着はあの皆様のことを考えて、やっぱお尻見えてた方がみんな好きかなって思ってサクッと紹介したいと思います。でもかっこいい、ウルトラマンマジで。はい、ということで続いての競泳水着は、さっき着る前に気になっていたセパレートタイプの競泳水着です。こっちも斬新になってます。こんな感じ。はい、これが噂のセパレートタイプでございます。なんかスクミズみたいなカラーリングで、生地は確かにちゃんと競泳っぽい感じなんですけど、普通の水着って感じですね。でも可愛い、可愛くない？なんかあんまりないデザイン、結構スポーティーな感じですね。うん、こんな感じです。競泳水着だとお腹が出ないから、この競泳水着を着てる感じでお腹が出てるからちょっとそわそわするんですけど、はい、こういう感じになっております。なので結構これきつくて、サイズ多分同じ M サイズでもこれ多分きつめに作られてて、着てて結構きついです。これ多分ね、巨乳の方が着ると多分とんでもない、もう溢れ出ちゃう、溢れ出るってかもう入らないんじゃないかってぐらい結構着心地が結構キツキツで、まあでも私はあの細いので着れたんですけど、なんかこれ巨乳の人が着たらとんでもないことになっちゃうんだろうなって想像がつく水着です。いかがでしょうか？はい、ということで今回アモルシーさんからいただいた競泳水着を全部着てみたんですけど、いかがでしたでしょうか？いやこれね、着替えるのめちゃくちゃ大変で汗だくです。
今回の競泳水着全部変わってて、形が本当に全部着たことない感じ、もうただの競泳水着じゃないっていうか、もうここまで来たらただの競泳水着じゃないんだなっていう、こんなデザインもあるんだって、アモレシーさんすごいなっていう感じでしたね。はい、みんなはどの競泳水着がお好きでしたか？私はこのセパレートタイプの競泳水着が、なんといってもこうおっぱいがちょっと漏れるっていうのでお気に入りポイントなのと、あと普通にあの後ろをリボンで結ぶ赤い競泳水着がめちゃくちゃ可愛くてお気に入りでした。皆さんはどの競泳水着がお好きでしたか？よかったらコメントで教えてください。この競泳水着を皆さんの前で披露できる日がいつ来るかは分かんないんですけど、まあ撮影会とかプール撮影会の季節はちょっと終わっちゃったんですけど、まあまたそういう時があったら着ようかなって思いますし、まあ撮影会を最近は定期的に月1か2ヶ月に1回ぐらいやれてるので、その時に何か持ってこうかなという感じではありますが、まあひとまず YouTube で皆さんの前で着れてよかったです。皆さんぜひコメントをして高評価してチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、アモレシーさん本当にありがとうございました。今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。